あ、じゃあ座ったら待って。あ、いけたいけたいけた、いけそういけそう。泉ちゃんチューリップありがとうございます。あのこのガチャガチャをしてきたんですね今日、池島に。ラッシーさん星ありがとうございます。ガチャガチャをしてきてこれです。で、あの開けます。さん星ありがとうございます。キンキンさんペンライトいっぱいありがとうございます。あのまず見ずにラインナップだけちょっと一回見せてネタ狙いをね定めます。キンキンさんだるまありがとうございます。チョコバルボンさんハートありがとうございます。ともひこさんかわいいスタンプありがとうございます。これなんですけど、ひなぴ花びらありがとうございます。おぱんちゅうさぎのやつなんですけど4種類あってこれラインナップ。タオさんタコありがとうございます。おぱんちゅうバージョン、泣き虫バージョン、つかまりバージョン、逆さまバージョンっていうのがあって、いいな、おパンチョバージョンが欲しいんです。これか、これ全部かわいい欲しいです。開けます。水がヒントね。ちょっと今日中に3位まで巻き返したいです。皆さんわ、いきまーす。せーの、ダン。え、おパンチバージョンやん。え、かわいいねんけど、やばい。これさ、つなげれるやつやからさ、何個か買ってさ、つなげたいな。キャパさん、星ありがとうございます。え、当たった、すごい、え、かわいい、かわいいやん、こういうことか。うわ、やった。ケンケンさん誰もありがとうございます。筆箱につけようと。キャパさん星ありがとうございます。明日からは公演とかもないので29日まで、明日からね、めっちゃこう配信してマジで巻き返します。
キンキンさん、星じゃない、ハートありがとうございます。本当にうまく変わろうと思います、絶対に。今日はキュウリの一本漬け、え、買いに行ったんですけどなかった。ヒゲヤマさん、バザルマありがとうございます。レイさん、また木公園見学迷ってるんですよ、ショールームしたくて、でも見学したくて迷ってます。アベベさん、ハートありがとうございます。うん、5位まであと6000なんぼ、うん、6万6000なんぼ、分からへん絶対とりあえず4位。三ヶ島ヨッシーさん、花びらありがとうございます。アベベさん、ハートありがとうございます。これも買いました。開けてる、ありがとうございます。どなたですかね。キャパさん、ありがとうございます。これなんかさ、書きたいねんけどさ、周りにホワイトボードもペンも何もないんですよ。ちょっと書こうと思うんですけど、ちょっと待ってください。20秒待っててください。ゲッチューしてきたので、ちょっとキャパさん書こうと思います見て、消えないよ。え、5位になった、ありがとうございます。本当にともひこさん、かわいい、ありがとうございます。じゃあ次は4位をちょっとどんどんね、高みを目指してね、目標を更新し続けたいと思います。え、本当に、ちょっと待って、キャッパーさん、クマ描きますね。じゃあ、ホワイトボード持ってきてるやんホワイトボード持ってきてます、私。ホワイトボード どういうクマにしようかな、気持ち悪い系がいいか、かわいい系がいいか気持ち悪いのにしようかな。可愛くなっちゃうんですよね、どうしても気持ち悪く描いても。ありがとうございます。ちょっと気持ち悪くなっちゃったんですけど、ありがとうございます。5位になれたのでありがとうございます。本当に今日の昼ご飯先行くのみ、え、迷ってるんですよね。配信終わってから買いに行こうか迷ってて、あ、キャパさん、また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 、ヒョウ柄のクマありがとうございます。本当に
すいません、こんなハギーが食べながらで。これさ、紐付けて肩に首にかけるようなかけられへんねんけど。ゆずみちゃんハートありがとうございます。あ、お弁当出るわお弁当出るわ多分。あ、アクアネンちゃん久しぶり、ハートありがとうございます。ハートありがとうございます。アンベさん、だるまありがとうございます。熊田は3本目ありがとうございます。本当にマジで、あのこれが、この机がなかったらマジであの正座でお辞儀してます。ありがとうございます。本当にアメメさんとアカネちゃんもハートとダルマいっぱいありがとうございます。おつまみ好きなアイドル意外と多くないって。確かに、でもだって淡いのより絶対こっちの方が好きなんですよ。でリサは甘党めちゃめちゃ。カプーさん星ありがとうございます。タオさんヒョウ柄のタコありがとうございます。キュウリも美味しいしね。そうそう、焼き鳥先生さんかわいい、ありがとうございます。ひずみちゃん誰もありがとうございます。ビールなんて飲んでないです、未成年なのでね。将来 お酒めっちゃ飲みそう。飲むんかな。飲んでみた。二十歳に なった瞬間に買いに行きますまゆかさん星ありがとうございます。かりんとう、かりんとう食べたことない。食べたことあるかもしれないけど、あんまり。え、そう、リサペットボトルのレモンティーも苦いやとか言ってた。全然移動中の新幹線とかバスでもおつまみ食べるの。前の横浜の行きは何も食べてなくて、みっちゅんさん星ありがとうございます。何も食べてなくて、帰りはリサと隣にしたんですよ。リサと隣に座ろうって言って隣になって、あの買ったんですね、空港じゃない、あの新幹線の駅で時間があったから自由にしてていいよって言われて、自由になんか買いに行ったりして、この時間までに来たらいいよみたいな、任せるわって言われて、でありがとうございますって言って、みんなスタバとか買いに行ってて、でミヒナとサクちゃんとリサでなんかお土産屋さんみたいなところ行って、あのマカボンさんお餅ありがとうございます行って、冷凍のシューマイをお土産で買ったのと、おっとっとと星夢を移動中のお供に買って、暗殺教室を新幹線の中でずっと見てました。最近着てるそのスタジオお兄ちゃんの、え、自分のです。よく噛むと頭の回転も良くなるからね。じゃあ頭良くなるかもしれへん。やった。シューマイ有名なところのやつ、え、分からない、全然詳しくなくて。小籠包、小籠包がなくて、桜ありがとうございます。ポジ変わって歌割り変わったら飲み物のペットボトルにいろんなペンで書くんやってな。そう、タオさんファイトありがとうございます。そう、昨日シムさんペンライトありがとうございます。昨日ね、なんかあの
前がのお前がだってだってあなたがいた片思いずよりによってこんな状況をお前がだってだって女の子だもんだあったいい意味が忘れそうでいつも。ともひこさんかわいいありがとうございます。ペットボトルやとしたらバッドタイミングって最初ここに書いてたんですけど、それじゃまだ心配やからまだ四方八方に書いて、でこの隙間にもずっとバッドタイミングバッドタイミングって書きまくってました。あかねんちゃん星ありがとうございます。うん、キャロップ忘れてた。かおさん、あかねんちゃん、ペンライトありがとうございます。オーマイが叫んだ、めちゃめちゃ念願やねん。なんか前までよりによってこんな状況でだってだってって歌ってたからオーマイがってやって言えました。ちゃんと後ろで後ろ向きながらオーマイがだってだってあなたがいたと思う、よりによってこんな状況せーのって言いました一人で。今日はこれで配信終わり。のぶ太郎さんハートいっぱいありがとうございます。何だっけ、難波しげ囲み取材の合間にやろうと思ってるのと、何回かやろうと思ってるのと、あといつやったっけ、6時ぐらいからやったっけな、やる予定です。ヒムさん、ハンコありがとうございます。キャパさん、星ありがとうございます。あやぴょんと配信します。あやぴょんと追いかけ配信をします。アサイさん、ご視聴ありがとうございます。もう先行かなくなっちゃう。あやぴょんにリサヒンのロゴ作ってもらおうよ、めちゃめちゃいいのできそう。今日めちゃめちゃ話しかった、恥ずかしかった話聞いてください。このね、めちゃめちゃでかい紙袋を持ってきてたんですよ。ホワイトボードとか入れてて、でね、電車乗ってて傘も持ってるからさ、ちょっと荷物多くてさ、電車の中も眠って思って寝てて、これを膝の上にこう乗せて傘を端っこの席取れへんかったからここら辺にこうやって持って寝ててん。そしたら寝てる間にこれをこうやった傘を電車の中で思いっきり落としちゃって、隣の方が拾ってくださって、でも恥ずかしくてみんなに見られた。そんな人多くなかったからまだ良かったんですけど。あかねんちゃん、だるまありがとうございます。恥ずかった、もうすみません、ありがとうございます。めちゃめちゃ笑顔でどうぞって言ってくれた、ありがとうございますってやった。あやぴょんの配信19時半からですね。まあ、優しい人でよかったです。なくなっちゃった、後でなんか買いに行こう。マジでキュウリ食べたかった。ハマちゃんさん、何これ NMB タワーみたいなやつ、めっちゃ可愛い、ありがとうございます。なにすげえ、
え、すげえ語彙力パワーありがとうございます。これ書きますね。はまちゃんさん、これ NMB48 でタワーみたいな。すげえこれめちゃめちゃかわいい。はまちゃんありがとうございました。感謝感謝ですありがとうございます。トリコ坊主さん星ありがとうございます。あ、だるまもありがとうございます。セブンで売ってるうずらの卵食べたい。なんか卵系食べれないんですよね。みんなは今すごいキュウリが食べたくてポテトも食べたいんですよ。そういえば昼ご飯食べてないのになんか言いかかっちゃった。お寿司の卵無理。なんか嫌いとかじゃないけど食べへん。なんか卵苦手っていうか、卵焼きは好きやねんけど、うずら卵とかゆで卵とか半熟卵とかも無理やし、目玉焼きも無理やし、無理やねん。いや、ゆで卵はギリいけるかな。おで、あんまり自分からこう好んで食べへん。目玉焼きは好きです。お弁当で出るとき卵あるん。そう、誰かにあげてる。なんか前リサにあげた気がする。甘い卵焼きが好きじゃない。普通のだし巻き卵マジ好き。卵焼きご飯は分からへん。中村よっしーさんハートありがとうございます。オムライスは好き。そう、混ざって火通ってる卵しか買った。野菜は好きやで割と。でも野菜で一番好きなのキュウリじゃないんですよ実は。アスパラガスなんです。アスパラガスとほうれん草が好きやね。茶碗蒸し大好き、イエーイ。卵でも食べれるやつと食べれないやつがあります。親子丼バリ好き。黄身が固まったのが、黄身がドロドロしてるのが嫌や。白身もドロドロしてるの嫌や。都市伝説は信じる方ですか。なんか信じるっていうかめちゃめちゃ怖い。信じてないけど怖くなっちゃう。サーボードね、その時ミッキーの表情が一番良かった。もう余裕の笑み。そう、アスパラとほうれん草が好きなんです。そう、アスパラのベーコンとか肉巻きとか大好き、ほんまに。そう、なんかね、意外でしょ。アスパラにマヨネーズ、マヨネーズ食べれないんですよ。いや、マヨネーズって分かってなかったら味は多分いけるんですけど、マヨネーズって分かっててマヨネーズを食べるのが無理なんです。分かる人いますか。半熟卵とゆずもです。確かにグリーンピースはみんなも嫌い。トウモロコシもめちゃめちゃ嫌いですね。ナス嫌い。タルタルソースもあかん。ケチャップはいけるね。なんかやし、まこれめちゃめちゃびっくりする方多いんじゃないかなと思うんですけど、みんな焼肉食べれないんですよ。中村よしさんハートありがとうございます。たこ焼きにマヨネーズはする。
じゃあなんて言うの、それはまた別なんよ。え、トウモロコシマジであの食べ物の中でめちゃめちゃ一番嫌いですよ。キノコ類はタオさん可愛い、ありがとうございます。中村よしさんもハートありがとうございます。なんかキノコ類はえのき好き、しいたけちょっと苦手、エリンギもまあちょっと苦手けどうち食べれへんみたいな。卵スープ大好き。焼肉はちょっとこんな年で言うのもあれなんですけど重い食べれるやつもあるけど。ハマちゃんさん可愛い、ありがとうございます。コーン苦手な人初めて聞いた、マジ。焼肉食べれへんね。え、なんか食べれるって食べれるけど、なんかなんていう、ちょっとあんまり詳しくないねんけど、でかいさ丸のさ薄いやつは好きやけど、なんか脂っこいのは苦手です。しゃぶしゃぶとすき焼きとお寿司と焼き魚は好きなんですよ。唐揚げ大好き。キャンバチの時なんか食べれる、なんかさ食べれんねん、3口ぐらいでいいねん。チャーシューはチャーシューじゃ無理やけど、ラーメンとかに入ってたらいける。タン塩は多分いけると思う。カレーにエリンギ入れると美味しいですよ。そうなんや。鶏の皮は無理な気がする。そう、カルビ無理。58分ということでランキングを読みたいと思います。13位アベベさん、ありがとうございます。12位野原しんのすけのすけさん、ありがとうございます。11位あっこちゃんさん、ありがとうございます。10位あかねんちゃん、ありがとうございます。9位焼き鳥先生さん、ありがとうございます。8位若坊さん、ありがとうございます。7位まゆかさん、ありがとうございます。6位キンキンさん、ありがとうございます。5位泉ちゃん、ありがとうございます。4位ともひこさん、ありがとうございます。3位たおさん、ありがとうございます。2位はまちゃんさん、ありがとうございます。そして第1位キャパさん、ありがとうございます。皆さんタワーとかありがとうございました。あ、若者さん、バラありがとうございます。待ってな、読めてないと思います。キャパさん、星ありがとうございます。じゃあどうしようかな。1時間半は絶対開けて、あ、イラスト描くの忘れてた、やば。1時間半は絶対開けて描きます。描くじゃないわ、やります。ゲリラで1時間半は絶対あげると思います。なんで皆さんよろしくお願いします。待って、やばい、むずすぎこれ。やばい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 、
じゃん。ヨパさんありがとうございました。一位ありがとうございました。私は今日は南波引き込み取材があるので1時間半は絶対空けてから配信をするので、皆さんぜひ来ていただけたら嬉しいです。その配信で4位までいけたらなと思います。じゃあありがとうございました。バイバーイ。